さっき紹介を間違えたかもしれません。今展示場にこの白いところにいるのがですね、ロンというオスの方ですね。先ほどちょっと展示個体交換しまして、今お部屋の方で飼っているのが、メスのローラで、こちらがオスのロンとなります。オスとローラ見分けるポイントはですね、よく見ると、まつげが長くて可愛らしい顔つきをしているのがローラです。でロンは、ローラと比べるとオスなので体がやや大きくて、首の周りの筋肉とかがムキムキな感じがするのがロンです。なので、何かですね、角があるのがオスとかないのがメスとかじゃなくて、ちょっとよく見ないとオスです、分かりづらいんですが、まあ、そういうところがですね、当園とロンとローラの違いになります。はい、ではですね、先ほど白サイと黒サイのご説明しましたが、器用な唇を持つのがこの黒サイなんですね。こういうふうにちょっと伸びたりしてように巻き取って食べたりします。野生では木の葉っぱばっかり食べているので、そういうようなところでですね、葉っぱを巻き取って上手に引き寄せられるようにこういうふうな形をしております。ちなみにオスとメス、なんで1頭ずつ分けた部屋にいるのかというと、普段クロサイはですね、1頭ずつで暮らす性質がありますので、ずっと、まあ、仲いい夫婦といえどもですね、ずっと一緒にいるわけじゃないんですね。繁殖の時期に一緒に行動しますので、そういう点から普段は別々のところで別の部屋で飼育をしているということになります。唇ご覧いただけましたかね。白サイはこんな風に器用な唇を持ってません。黒サイの特徴的な唇です。そしてちょっと近くに来た時にこの角も見ていただくと、すったような跡がありますね。筋がありますが、これがですね、自分ですっちゃった時の跡になりますので、あんまり硬いところが、ね、ないところ、ない部屋のですね、野生のサイなんかはもっと長く伸びるんですが、動物園の動物、サイはなかなか削ってしまう癖があるので、あんまり伸びないということになります。さあ、これクズっていう植物なんですが、動物園の中にも皆さん、周りにもですね、たくさんあるかなと思うんですが、こういうようなものも、たまにあげたりしています。普段はマテバシっていう木の葉とか、シラカシっていう木の葉を主食、主にですね、花沢動物園であげてまして、どれも何も特別な餌っていうわけではありませんで、動物園の中にもたくさん生えてます。ですので、剪定などで木の剪定とかでたくさん出る時があるんですが、そういう時は、おやつ側にどん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 あげたりしています。なので結構いろんなものを食べて暮らすことができまして、園内で賄うこともできますが、普段は、園外から作ってきたものをあげることが多いです。なかなか園内で全部賄うと、もう園内の木がすぐ丸裸になってしまうぐらい大量に食べますので、普段は園外から購入してですね、部屋に入れて賄います。さあ、ではこの辺りでですね、一度ガイドの方は終わりにしようかと思うんですが、この後は屋内のお部屋の方にいるローラの方にも同じ餌をちょっとあげてみようかと思いますので、そちらの方がちょっと近くで見れるかもしれませんので、お時間ある方はよろしければそちらもお付き合いいただければ。